どうもチャンネル登録者が減ったり増えたりでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2023年5月28日でして、チェンソーマン第130話、キルビルの感想です。今回の内容は、チェンソーバイクに乗って街の中を疾走して逃げるという感じなのですけど、途中で、触手を、伸ばしてきている悪魔が、本体と思われるのがやってきて、手をハンマーに変えて殴りかかってくるっていうシーンがあったんですけど、そこで、パワーのことを思い出してしまった私がいました。パワーは血液の悪魔なので、触手を伸ばしてくる悪魔とは明らかに別人だと思うんですけど、ハンマーを作って殴ってくるっていうあたりがちょっとパワーっぽいかななんて思ったりもしました。そしてまあ巨大ビルの落下があったりなんかして、次回に続くわけですけど、次回は、5月31日、来週掲載ということです。毎週載ってくれるのはとても嬉しいですし、こんなに面白いものが無料で読めるなんて、ハッピーな時代になったなぁと思わざるを得ません。以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。